どうもバイスです。さあ今日もハンティングクエストやっていきましょう。今日は何日目だっけ。まあ明日がラストなんで5か6ですね。編集者の仕事ね。まずはランサークラスのつよつよドラゴン。3ウェーブ目までは人属性が有効なんで、光コヤンのバフでも大ダメージが狙えますね。ただ1ウェーブ目にサメくんを配置される場合があるんで、そこは注意です。そうすると光コヤンのバフでの火力増加が見込めないんで、安定を狙うならホーグレベルの強化や霊装5枠とかになってくるかもしれない。マジラセングル空気読めぬ。月光を返す、沈め、イノセンスアロンライト。まあでも34万くらいダメージ出てるんで、ホーグレベル1とかじゃなければクロエちゃんのバフだけでいけそうかな。今回はダブルクロエ編成になってますが、ここもホーグレベルが高ければ1人とかで OK です。でも最後は特攻解かないんで、ホーグバフは多ければ多いほどいいはず。この名はアルビオン、教会を開く最後の竜。ジョフロワからクロモンへ時を示せ、行けいたいと。最後は魔術霊装でクールタイムを短縮して、オベロンのホーグブーストとバスターバフで締めです。ボスのキメラは地属性と猛獣属性、あんま有利取れないんですよね。もっと悪いこと考えたり、慈善活動に投資したりして属性増やして、サーヴァントにしか通用しない属性が多すぎる。オスツヤバージョン、なんか演技いいですね。爪100個くらい落とせ。ダメージは61万、あんま余裕はなさそうですが、ホーグレベル2でも十分ですね。爪は1個ドロップ、まあこんくらいにしといたるわ。2つ目のパーティーは前回か前々回くらいに闇小屋でやった地属性特攻パーティーのククルカンバージョンですね。こんな感じにサメくんが邪魔してくるので、安全性はオーバーチャージができる闇小屋の方かな。こうなってくるとククルカンの横バフだけだとちょっと厳しい。できればアーラシュさんの火力を上げる5枠とかの方がいいかな。完全敗北よろしくて。はできてない。1マッチの仕事ネームオッケーです。光は熱に行くぜ。魔術霊装を切るのも手なんですが、どんくらい残るかやってみましょう。テラー7万くらい残りましたね。これだと魔術霊装を切っても3万くらい残るかな。マジこういうところだドラセングル。2ウェーブ目はオメロン全部っぱできるので、ここは安定しますね。手加減はできないな。せーのっと。はぁ、あ、穏やかだな。風は刃に。いいだろう。行くぜ。蹴散らすよ。テラートータル68万、やりすぎた感がありますが、残ると面倒なので6枠の時は問答無用です。さて、あとはここ残りのオメロンの全部っぱで締めです。スターも使えるんで、クルカンのバスターバフも忘れずに。捧げなさい。どこタイヤン、どこまで吹き飛ばされ、乾燥されましたか。まだ足りないようです。ミクロの塵になりなさい。トータルは50万ダメージ、ミリ残りしましたが全員有利なんで、まあ大丈夫ですね。泳ぐよりは楽しかったよ。無様な姿がとてもいい。飛んで火にいる夏の虫。ドロップはなかなかつい液持って落ちてもいいけどね。続いて2ウェーブ目が2人いるんで、余裕でいけてしまう水着武器ですね。だいたい2ウェーブ目の敵を倒しきれるくらいで、3ウェーブ目も倒せるくらいの計算でいけるんで、アーラシュさんにバフマシマシで行くのが安全。こっちは人とサメ両対応ですね。進捗いかがでしょう。次の企画ネームオッケーです。行くぜ。
特別に応援ピピピいいだろう。適当にやっとくわ。13万ダメージ、余裕っぽく見えますが、クロエちゃんのカードに偏ると苦戦する展開があるんで、クロエちゃんはしっかりフォークン食べさせましょう。後衛に入れ替わって、ここでもう一人クロエちゃん入れてもよかったんですが、2名組は結構火力が必要なんで、アーラシュさんにバフを付与してたら、なるべく火力が出る編成で行くのが安全ですね。夏の女神が衆生に告げる。踊りなさいな、騒ぎなさいな。はあ、すっきり。最後はダメ押しの OC バフも上げて全力で叩きます。かへそうなの。見えはいらぬと申しても、夏の暑さに喉カラカラ、息吹の御霊、初めて怒涛。トータル48万、風鈴は有利取れるんで、キャストリアに偏らなければありですね。おいでませご苦労様。今回は爪がよく落ちる A やん。はい、続いていつもの即死パです。なんか今回のハンティングクエストでドーマンがめっちゃ株上げてますね。みんなちゃんと 1.5 の剣豪やったのかな。ドーマンはあのドーマンですよ。マスター君たちギャップ萌えでコロって言っちゃうちょろい人種なんすかね。まあもちろん、もちろん使うのやめられないんですが、直視気持ちいい。お目覚めよ来たれ暗黒の帳、太陽はここに生まれ変わる、狂乱怒涛、悪霊散布。水着クロエちゃんからの水着クロエちゃん、ココラ、変は見慣れた光景ですね。今回使ってる水着チヨヒーは NP チャージ覚えて、かなり使いやすくなりました。欲を言えば30覚えて欲しかったんですけど、まあ20あればギリギリいけますね。ランサークラスでは貴重。楽しんでおりますぞ。ほう、それはそれは。アキミツ殿、お目覚めよ。来たれ暗黒の帳、太陽はここに生まれ変わる、狂乱怒涛、悪霊散布。さあラスト、なんというか即死がゆっとりすぎて怖い。即死以外だと結構苦労するのにな。まあイベントとかはほとんど通用しないですしね。こういう時に1年分使おう。増やしておきまする。さあさあ、煩悩を焼き尽くす時間でございますよ。放っておけないんだ。ああマスター、見ててくださいましね。それ道場時間108式下流弾一発。トータルは89万、余裕ですね。さすが強化 EX をダンサークラスに持ってきた女。骨を持っていってはいかぬと。ドロップは微妙、追撃は思ったより落ちないんかな。さあ今回ラストのパーティー、どちらかといえばおまけかな。水着クロエちゃんを使うか使わないかはお任せなんですが、3ウェーブまでスキップするんで使わなかった前提でいきます。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、水着キヨヒーは純粋な混沌悪属性でバフの恩恵がかなり大きいです。アペンドマックスまでいけば、さらに火力系の魔術霊装も使えるんでダメージは伸びますね。ただ Y が伝承難民なんで、今回は魔術協会霊装で勘弁しといたり。螺旋グルクンサー、もっと気合い入れて伝承配りなよ。ホーグレベルは5ですが、クロエちゃんと火力アップ系の魔術霊装なしで39万ダメージ。アペンドにはバーサーカー攻撃適性もあるんで、アタッカーとしてお世話になること増えそうですね。ドロップはなかなか。はい、というわけで今回はこんな感じでした。最後までご視聴ありがとうございます。ハンティングクエスト、ついに明日がラストですね。期待したいのはその後にすぐイベント来るかどうか。夏は盛り上がるのに9月虚無で冷め切ってしまうってのがよくある FGO のパターンです。鉄は熱いうちに打てるのが理想やぞ。 FGO 君、ではもし
この動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。バイスチャンネルでした。またね。